P5R のここがロイヤル。今回はパレス攻略とバトルの新規要素を紹介するぜ。パレスに出現する強魔、こいつを攻撃すると反撃されることがあるぞ。全体攻撃を仕掛けてもやり返されるみたいだ。こいつは厄介だな。手強い相手だが、倒すとレアアイテムをゲットできるみたいだぜ。それとパレスの中には石と呼ばれるものが隠されててな、巧妙に隠されちゃいるが、全部集めれば強力なスキルを使えるアクセサリーになるらしいぜ。スカル、ありがとな。ワイヤーを使ったアクションも追加されてるぜ。ワイヤーを飛ばして遠くの足場へ飛び移ったり、遠くから敵を狙って有利に戦闘を開始できるぞ。もちろんバトルにも新しい要素があるぞ。銃のカスタマイズの幅が広がったぜ。お気に入りの銃の命中率を上げたり、特定の状態以上を付与する効果をつけたり、そうそう、弾丸もバトルが終わるごとに補充されるようになったらしいぜ。銃をうまくカスタマイズすれば、さらに戦略性がアップしたバトルが楽しめそうだな。これで敵は倒せるね。これで姉妹だ。